できることかやってみなわからんのにさ、やる前からできるかなできないかな考えたって仕方がないやん。だけどシンプルに何がやりたいかなんよ。DJ カットでジャジャジャカットで誰がカットを止めるかな。最近よく夢を聞かれるんよね。将来どうなりたいんですか、何がやりたいんですかとかよく聞かれるわけよ。まあそう聞かれたら俺はこう答えるわけよ。ドームでライブやりたいですって、3代目とかビッグバンとかドームツアーとかやってるじゃないですか、ああいうのをやりたいですって言うんよね。そしたらまあもちろん口ではなんかへえすごいですねぐらいのことは言うんやけど、まあ実際鼻で笑われとっていうかできるわけねえだろみたいな感じで見られるわけよね。そんなもうドームなんてもう夢のまた夢なのにちょっと調子がいいからってすぐできるって思っちゃってんのかなみたいな感じで多分思われとうと思うよね。だけど俺は3年前からずっと言い続けたわけよ。キャリーパンパン超えようと思ってあの日からずっと言い続けとんよ。もうお客さんが全然来なかったファーストツアーの時から言ってるよ。200人も入るような会場なのに15人しかお客さんが来んくて、ガラッガラの会場でその15人に向かって俺には夢があるみたいな、ドームでライブやりたいんだみたいな、そのうちドームでやった時はもうみんな来てくれみたいな言ったわけよ。もちろんお客さんはイエーイみたいな感じで言ってくれるんやけど、会場の店員さんはもう鼻で笑ってるわけよ。15人しかお客さん来てねえのに何言ってんだこいつみたいな感じで。そっから半年経ったセカンドツアー、200人の会場、200人のお客さん来てくれたよ。でその来てくれた200人に向かってまた言うわけよ。俺らいつかドームでやるから必ず来てくれみたいな。そしたら店員さんはまだ言ってんのかこんな恥ずかしいこと、ちょっと200人が生まれるようになったからって調子乗ってんのかなって思われてるわけよね。多分次のゼップでねドームでやりたいって言ってもまだまだ笑われるともこいつら音楽業界舐めてんなみたいな。でもその次のライブでその次のライブ5000人1万人2万人ってこう集まるようになってきて同じこと言ったらそのうち笑われんくなるって思っちゃうね。同じ人が同じこと言ってるだけなのに。でもねその仕組みはすごい簡単でね、なんで笑われるかってね、まあこいつらにはできないって思われとけん笑われるわけよ。じゃあなんでみんなが笑わんくなったかっていうと、できるかもしれないなって思った時笑わんやん。やけどさできんけんやりたいわけやん。だってさすでにドームでライブやっとるようなアーティストがさドームでライブやるのが夢ですなんて言わんやん。よく聞くセリフでさ、人の夢を笑うなみたいなセリフあるやん。あれは別に俺はそうは思わんくて、そりゃできないことやろうとしとったら笑われるよ当たり前やん。別に人の夢笑っとうやつ性格悪いと思わん。俺だって地元のキョロキョロした後輩とかがアイドルになってキムタク超えたいですとか言ったらもうそりゃお腹よじれるまで笑い転げるよ。ねえもう仕方がないよ。もう夢なんて笑われるもんけん笑われるぐらいがちょうどいいとって、将来やりたいことに対して今できるかできんかすごい関係ないわけよ。お前みたいな顔面不細工で歌も下手いようなやつアイドルなんかになれるかってもし言われたとしても、じゃあ整形してきますって言ってめちゃめちゃイケメンになってボイトレしてめちゃめちゃ歌うまくなったらじゃあアイドルなれるやん。そうやってね人間はねできないことができるようになっていく生き物やん。みんな最初は何もできんやん。生まれた時って何もできんやん。歩くことも喋ることもできんわけやん。あうちの子歩くことも喋ることもできない、あお先真っ暗だーとかならんくない。だんだん歩けるようになってだんだん喋れるようになって算数数学音楽何でもできるようになっていくわけやん。ちょっとずつそうやってみんなね何でもかんでもできるようになってきたはずなのに、そこそこいい年になり始めたらねこれが私のできることですみたいな、私ってこんくらいの人間ですって決めつけてしまう年頃が来るんよね。いやー私って人見知りなんですみたいなやついっぱいおるけどさ、別に生まれつきお前は人見知りだってなったわけでもないよ。誰が人見知りって決めたん、自分で自分のこと人見知りって言い始めたんやろ。確かに今は人見知りかもしれんけど1年後治っとうかもしれんや。要は人見知りって初対面の人とコミュニケーションを取るのが苦手なわけや。じゃあ初対面の人とコミュニケーションを取る能力をつければいいだけの話や。なのに今人見知りなのに私人見知りに変わってくるんよね。私ってこういうやつじゃんって決め始めるけどね、鼻から諦め始めたら何も変わらんわけよ。に何がやりたいかなんよね。しかもさそれをさこういうことやろうと思ってるっていう相談する相手もめちゃめちゃ間違えとうしね。友達が答え知っとうわけねえや。お前に偉そうにそんな世の中甘くねえからって先輩とか上司は一生懸命言ってくるけどさ、お前何を知ってんだよってね、お前そんなにやりたいことやろうと努力したことあんのってなるやん。だってやりたいことやん、やりたいことやん、やりたいならやった方がよくない、めちゃめちゃシンプルな答えやんね。でもみんな分かってんの、もう実際みんな分かってんの。そりゃ好きなことして生きていきたいってみんな思ってる当たり前やけどね、みんな思ってるだけもうどうせとかだってとか時間がないお金がない世の中そんな甘くない人脈がない親が許せない環境が時代が一生懸命いろんな理由つけて動かない自分を正当化するんよね。でもそうやってみんな好きなことやらないから国が回ってんの。めちゃめちゃありがとう。みんなが好きなことやったら一瞬で国が滅びよ。そりゃあみんな家でゴロゴロ荒野行動やってたいよね。そんなことやってたら食っていけないから家でゴロゴロ荒野行動やりたいなと思いながら働いてんの。でも世の中には家でゴロゴロ荒野行動で実況しながら飯食ってやついるから、そうなればいいやん。実況すればいいやん。いや実況の世界はそんな甘くない、ゲーム実況の世界なめんな、そりゃ誰だって食っていけるんだったらゲーム実況したいに決まってんだろ、そう言いたいんやろ、そう思ったやろ、その通り、それは俺が言いたいの、それもうそういうコメントでいっぱい溢れるよ今日の動画。でも大丈夫、みんな安心して、この動画見て本当に動き出すやつなんて本当にいないから、この動画見てなんか俺もやろうかな、私もなんかやろうかなって思ってくれた人おるかもしれんけどね、そいつね今からお風呂入るやんで寝るやんね、明日起きるやん、もうその気持ち残ってないけん大丈夫、動き出さんけんみんな。こんな動画1本見たぐらいで動き出せるんやったらもう誰も苦労しないから動き出そうってって思っても動き出そうって思うだけやけん。もうそんなもんだから結局。でもたまにね、たまに一歩踏み出せるやつおるよ。けどね、ちょっと嫌なことがあったらもうすぐやめていくから。一歩踏み出した。行動だ。うわ、頑張るぞ頑張るぞ。ああ、嫌なことあった。もう無理。ああ、大変だ。不幸だ。きつい。もう無理。なんでこんなことやったんだろう。大体そんなもん。こんなに頑張ってるのに全然成功しない。当たり前や。まあ、頑張ったけんって成功すると思うのも映画やドラマの見過ぎや。まあ、ちょっとこんな嫌な言い方で煽ってしまったけど、俺は結論としてこの動画を通して何が言いたいかって、人生は自分次第やろって言いたいよね。これまでも人生自分で決めてきたと思う。そしてこれからも自分で人生を決めていくわけよ。全部自分で決めてきたはずやん。誰と付き合おうか、誰と結婚しようか、どんな仕事に就こうか、ここで何部に入るのか、家賃10万のとこに引っ越すのか、家賃5万の場所に引っ越して、浮いた5万円で何かしようかな、あ、空いた時間で英会話行こうかな、今日飲みに行くか行かないか、YouTube を見るか見ないかとかね、もう何でも全部自分で決めてきたはずやん。そしてこれからも自分で人生を決めていくわけよね。こんな幸せいっぱいの日本に生まれておきながら、時代とか環境とか周りとか、そういうのは関係ないよね。全部自分次第やけん。だけん好きなことしてもいいし、好きなことやらないならやらない別に構わん。だって正直、この動画見とう人が好きなことやろうと好きなことやらなかろうと俺には全然関係ない。もう全然俺には関係ない。自分がやらないっていう方向を選んだだけの話なんよ。それが全てない。いいことなのか悪いことなのか関係ない。人それぞれ幸せの価値は違うのに、俺が幸せに思ってること、あなたからしたら幸せじゃないかもしれん。俺がこのご飯美味しいよって言って勧めても、いや全然そのご飯まずいって言うかもしれんやん。じゃあ君の好きな食べ物は何だと、やりたいことは何だと、それをやっていこうっていう話ではあるわけよね。もうそして俺らレペゼン地球はドームでやりたいんよ。最近レペゼン地球ね、知名度や人気出てきたねってこう言われるようになったけどね、まだまだドームなんてもう全然夢のまた夢やけんね、まだ万人受けするような歌でもないし、万人受けするような動画も出してないし、まだまだ借金もいっぱいあるけどさ、もうそれでも頑張ってんだ。やりたいことやろうって頑張ってんだ、俺らなりに。もうだけシンプルにもう応援お願いもう応援してくださいっていう話、もうこれからもレペゼン地球ね、よろしくお願いしますって。ほんと暇な時でいけん、ちょっと曲も聴いてみようかなって思ったら曲聴いてほしいよね。で、曲を聴いて、あーちょっと生で見てみたいかなってちょっとでも思ったらライブにも来てほしい。チャンネル登録はね、もうね、それポチッと押したらもう時間もお金もかからんけんね、そんくらいはもうぜひやってくれたらなってめっちゃ思う。これからもレペゼン地球よろしく。こんなクソ長い動画最後まで見てくれてありがとう。俺ならできる、そう言ってなんで、ただ夢見る口だけペーペー少年、頑張ったクソ頑張った、でもまた現実なんか変わった、やっとここまで来れた、いやまだここまでしか来れてねえ、いやまだスタートにも立ってないってとこ、見とけよバカ、そう言って地元を飛び出した、金も知識も人脈もね、言われ慣れたお前なんてしょうもね、確かにやっても失敗ばっか、悔しさばっか、でもまだ諦められねえな、このクソ大東京。大丈夫、どんなにバカにされたって笑い飛ばすから大丈夫、バカみたいな夢だって叶えられるならそう最高級、気がつかきたねだいぶ遠く、俺が俺に歌うライフソング、そうさ、小さな頃の夢を抱いておりゃ、今の俺はあってマジ最低そう、チクショーまだまだ全然足りねえ、キラキラしてる夢の大栄光、ダラダラしてる今の毎日を、昔描いた幼き日々を叶えるために今日も生きてんだ、今笑われても明日は笑うさ、失ったものもたくさんあった、あいつはバカだと指も刺された、バカでもいいやと開き直った、ひたすらまっすぐ前見てやった、いっぱい打たれて激しいレイン、やっと掴んだスタートライン、今から紡いでいくこの歌が俺らを明日へ導くライフソング。人生このから好きなことだけやってきた俺だからこそ、人生頃の気持ち忘れず、好きなことで飯を食いてえ、そこらのやつと一緒にすんな。人生かけて俺やってんだ、笑われるくらいでかい夢が俺らの明日を強くさせる。